明治から昭和にかけて叙情歌人、詩人、評論家、作詞家、そして羊羹研究の第一人者として活躍した相馬漁夫。これまでふるさとの偉大な文人として、多彩な文芸活動や多くの功績にスポットライトが当てられてきました。しかしその生涯は決して順風満帆ではありませんでした。大空を静かに白き雲は行く、静かに我も行くべくありけり。この歌にはふるさとに腰を据えて豊かな自然の中で自分らしく生きていきたいという漁夫の気持ちが現れています。中央文壇での華々しい活躍、そして挫折、ふるさとに帰った漁夫が人生を見つめ直すために追い求めたもの、それは自然と共に生きる人間本来の姿でした。新潟県の西南に位置する糸魚川市、フォッサマグナの町、日本最大の翡翠産地として知られ、平成21年には国内で初めてユネスコが支援する世界ジオパークに認定されました。古の時代から盛んに交易が行われ、海と山、東日本と西日本の人や物が出会い交わる町として独自の文化を築き、数々の優れた文人を輩出してきました。その中でもひときわ華々しく活躍したのが相馬漁夫です。相馬漁夫は明治16年7月10日現在の糸魚川市大町に生まれます。本名は庄司、一人息子でした。相馬家は代々宮大工の棟梁を務めた名家で、漁夫の父徳次郎は後に第4代糸魚川町長に就任しました。小学校時代の漁夫は小柄で痩せており、同級生からこんにゃくというニックネームをつけられたといいます。性格は真面目で成績は優秀、釣りなどの一人遊びを好み、草花の美しさに感動する純粋な心を持っていました。漁夫の作品によく現れるふるさとや自然を愛する心は少年時代に培われたのでしょう。この頃から大人たちに手ほどきを受け、宗竹と名乗り俳句や短歌を読み始めました。濁り水出たとて魚を釣りに行く、漁夫がその頃読んだものです。明治29年4月旧制高田中学校、現在の高田高等学校に進学した漁夫は親元を離れて下宿生活を送り、身も心も一回り成長します。学校では国語を教えていた下村光先生に短歌の指導を受け、生徒会の雑誌などに作品を発表するようになりました。文学者を自分の生涯の道とするに至りましたのは、全く下村千秋を中学時代に得たおかげであります。画稿も宗竹から漁夫と改め、本格的に創作活動に打ち込んでいきます。明治35年高田中学校を卒業した漁夫は、大隈重信が設立した東京専門学校、現在の早稲田大学に入ります。同級生には後に歌人として活躍する会津弥一や
随筆家の片上天元、劇作家翻訳家の楠山正雄、星の研究で知られる野尻宝永など優れた人たちがいました。また早稲田文学の父と呼ばれる坪内逍遥、そして生涯の師と仰ぐことになる島村抱月との出会いは漁風に大きな影響を与えました。漁風は早稲田大学入学当初、与謝野鉄幹の雑誌「明星」に短歌や詩などを発表して頭角を現し、将来を期待されていました。しかし明治36年秋、新詩社を辞め、前田林外や岩野芳明と東京純文社を結成、雑誌「白百合」を発刊します。その2年後には初めての歌集「睡蓮」を出版、文人としての道を歩み始めました。早稲田大学を卒業した漁風は島村抱月の早稲田文学社に入ります。抱月は島根県出身、本名は滝太郎といいます。坪内逍遥の愛弟子で、明治39年に雑誌「早稲田文学」を復刊、ヨーロッパで学んだ西洋文学を日本に広め、自然主義文学の黄金期を築きました。漁風は抱月の教えを受けながら早稲田文学の編集に携わり、島崎藤村、田山花袋、徳田秋声、政宗白鳥など自然主義文学を代表する作家たちとの交流を深めました。また記者として活躍する一方、俳句や短歌など日本古来の定型句ではなく、自由な言葉とリズムによる新しい詩、口語自由詩を提唱、新進気鋭の作家として中央文壇で注目されるようになります。明治40年、早稲田大学創立25周年記念祝典で発表された校歌「都の西北」です。漁風にとって初めての作詞曲であり、その名を全国に知らしめた代表作でもあります。母校の校歌作詞という栄誉を弱冠24歳の漁風に命じたのは、恩師坪内逍遥と島村抱月でした。二人は将来の早稲田を担う人材として漁風に大きな期待を寄せていました。この年の12月、漁風は国会議員藤田茂吉の次女であるテルと結婚しました。まもなく子供も授かり、公私ともに充実した日々を送ります。大正2年、島村抱月は女優松井須磨子との恋愛問題により逍遥の文芸協会を辞め、新たに芸術座を作ります。漁風も悩んだ末に抱月に従い、幹事として芸術座に加わりました。お聴きのメロディーは大正3年の芸術座第3回公演復活で女優松井須磨子が歌ったカチューシャの歌です。作詞は1番を抱月、2番から5番までを漁風が担当し、中山新平が作曲しました。カチューシャの歌は大ヒットし、経営危機に陥っていた芸術座を救います。芸術座の設立以降、抱月は演劇の仕事にかかりきりになり、早稲田文学の編集は漁風の手に委ねられました。こうして地位も名声も手に入れた漁風、その未来は誰の目からも順風満帆に見えたことでしょう。しかし漁風はかねてより偽りと虚飾に満ちた自分に嫌気がさし、都会での生活に疲れ果てて思想の行き詰まりを感じていました。また抱月の芸術座に参加したことで
結果的にもう一人の恩師である坪内逍遥に背いてしまったことにも心を痛めていたのでしょう。さらには一人残された父親や子供たちのことも気になっていました。私というものは虚偽なヤクザな空っぽなほとんどもう許しがたい妄想者である。アジの子がアジのふるさと立ち入れてまた立ち帰るアジのふるさと。かくして大正5年、漁夫は当時の気持ちを告白した管弦録を出版。平凡ではあるが力強い生活、情愛の豊かな世界を求めてふるさと糸魚川へと帰ってきたのです。糸魚川に帰った漁夫は越後の僧、良寛の研究を始めます。貧しくも清くまっすぐに生きた良寛、詩や歌を詠み素晴らしい書を残した良寛、その生き様を学び高い芸術性に触れることによって自分の傷ついた心を癒すことができると信じたのでしょう。漁夫は大愚良寛の中で自分の良寛研究について次のように書いています。この本は良寛という人物を世に伝えようとする目的よりもむしろ私自身の知識と人格を向上させるために研究した結果としてできたものである。良寛研究はもともと自分のために始めた仕事に過ぎなかった。以降漁夫は34年間の後半生をかけて良寛を追い求めます。その研究の成果は20冊を超える本にまとめられました。このうち良寛様や良寛坊物語などは子供や一般の人たちにも分かりやすい内容で全国的な良寛ブームを起こしました。漁夫が当時良寛研究の第一人者と言われたゆえんです。また漁夫が集めた多くの資料は今も良寛研究の貴重な資料として活用されています。漁夫を語る上で作詞家としての活躍を欠かすことはできません。漁夫は生涯で550曲余りを作詞しています。多い時には30曲以上作詞した年もありました。代表作には早稲田大学校歌、日本初の流行歌カチューシャの歌、童謡春よ来いなどがあります。お聴きのメロディーは漁夫作詞、中山新平作曲の糸魚川小唄です。糸魚川の自然や風土、美しい景観、特産の翡翠などが詩情豊かに盛り込まれています。作詞曲の中で特に多いのが校歌です。北は北海道から南は鹿児島まで220曲余りを作詞しました。これほどの数の校歌を作詞した人は全国的に見ても漁夫だけでしょう。在京時代のさまざまなプレッシャーから解放された漁夫は豊かな自然と温かい人々に包まれて徐々に自分を取り戻していきます。早稲田文学者時代の約10年間読むことのなかった短歌の創作も再開。短歌会、木陰会を作り糸魚川の歌人を育てました。転げよと言えば裸の子供らは波打ち際を転がる転がる、
波と楽しく戯れる子どもたちの情景が目に浮かぶようです。これは吹っ切れて明るくなった漁夫自身の心を表しているのでしょう。また執筆から編集まで全て自分自身で手掛けた一人雑誌「野を歩む者」を発刊。ふるさとの文化や独特の風習などをテーマとする作品を発表し、糸魚川の情報を全国に発信しました。さらに味わい深い書もたくさん残しました。その生き生きとした作品には書く喜びがあふれているかのように感じられます。このように漁夫は多彩な文芸活動の傍ら、糸魚川町史編纂委員長、糸魚川山岳会会長、上越考古学会会長なども歴任。瑞穂観音の国宝指定や翡翠の発見にも深く関わっています。また旧制糸魚川中学校の講師として青少年を指導するなど、教育や文化の向上、ふるさとの発展に尽くしました。そして昭和25年5月7日、脳一血で倒れた漁夫は翌8日に帰らぬ人となります。享年66歳。その2年後、漁夫の業績を永久に保存するため邸宅が新潟県史跡に指定されました。漁夫の遺志は友人や弟子など多くの人々に受け継がれ、記念碑の建設や没後100周年記念事業をはじめとするさまざまな検証活動が行われてきました。ふるさとを愛し、人間本来の姿を求め続けた漁夫、その心は今も生き続けているのです。